これですか？と美坂は不意の質問に対して確認作業を行います。他の美坂はみんなそれ持ってるのに、美坂だけは持ってないのって。美坂は美坂は羨望の眼差しを送ってみたり、あの美坂はあの美坂、この美坂はこの美坂です、と美坂はアンに諦めろと告げてみます。もう美坂もそれ欲しいって。美坂は美坂は小さな外見を最大級に利用しただだっこ交渉術を行使してみたり。可愛らしい仕草を狙っているのでしょうが、同性がそれを見ても腹が立つだけなので逆効果です、と美坂は懇切丁寧に解説します。ねえ132号、ちょっとお辞儀してみてって。美坂は美坂はお願いしてみる。ん好きやりって。美坂は美坂は強奪作戦に成功してみたり、いやー悔しかったら取り返してみろって。美坂は美坂は勝利の余韻に浸りながら猛ダッシュしていく。革命の時は来ました、と美坂132号はここに宣言します。